ウィーチャルットは中華人民共和国大手 IT 企業テンセントが開発したインスタントメッセンジャーアプリである。微信とは中国語で微小の文字数の手紙を意味する。企画は2010年10月テンセント公衆企画研究センターで始まった。2011年1月21日に中華人民共和国でサービス開始。同年4月世界向けに w e c h a t として展開された。テンセントが以前より提供していたインスタントメッセンジャーテンセント9 9の発展型としてメッセンジャー機能とソーシャルネットワーキングサービス機能の融合が特徴と評される。2018年まで中国のインターネット検閲システムグレートファイアウォールによる検閲の対象となっていない。現在は各国にサーバーを置いて 各国の法律に沿って運営している。世界版であるイーチャルットでは、Facebook アカウントでの登録が可能である。テンセントは、豊富な資金力を背景にイーチャルットの海外展開を進めているとされ、世界的各地に偏在する中国人ユーザーからの紹介も普及の一助になっていると言われる。ウィーチャルットのイメージキャラクターに、FC バルセロナ所属のサッカー選手であるメッシが、 起用され2013年7月より南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジア地域の15カ国でテレビ CM が放映された。2020年3月までに健康 ID と呼ばれる機能が追加。この機能は2019年からの新型コロナウイルス感染症の流行状況下においてオフィスや工場などに勤務する社員の健康状況の管理、高速鉄道や 飛行機など利用する際のチェックに用いられたほか、感染者を特定できた場合には、過去に感染者と接触したものへ警告する機能も有している。2015年2月の同社発表によると、登録ユーザー数は11億2000万人。また、20以上の言語版があり、200の国と地域をカバー、70を超える国と地域でナンバーワンのソーシャルアプリであるという。 2016年第一四半期における w e ー c h a ット t 内での通信は各国の法律に沿って運営している。中国境内の w e ー c h a ット t での会話履歴が元になり中国共産党党員が処罰される事態が発生している。また同時に検閲も行われており特定の単語が検閲の対象となっている。中国国内においてはエンドツーエンド暗号化を利用可能なシグナル。 WhatsApp のような安全性の高いメッセンジャーアプリはグレートファイアウォールにより検閲されているため利用が困難でメッセンジャーアプリを使いたい場合かなり限られた選択肢から選ぶこととなるため V チャルット内の検閲を回避することは難しい。また2019年時点でアプリ内でのメッセージなどの文字情報以外に画像も監視・検閲されている。 検閲されると送信者のアプリ上には画像が表示されたままになるが、送信相手には画像が届かなくなる。検閲された事実は明示的には通知されないため、ユーザーは検閲されたことに気がつかない可能性もある。検閲されている画像はかなりの割合で政府関連が多く、例としては64天安門事件や文化、大革命などに関連した画像が検閲されているが、 これに限られない。技術的には以下の手法により画像が検閲されている。画像内に含まれる文字列を OCR で読み取り検閲対象ワードが含まれた場合これにより、例えばメッセージの検閲を回避するために文章を画像として送信しても検閲される可能性がある。視覚的な類似性による検閲完全に一致していなくても、 検閲対象として登録されている画像と、視覚的に類似していると検閲される可能性がある。ハッシュ数 m d 号を利用し送信された画像の、ハッシュ値の称号による、検閲検閲対象として登録されているハッシュ値と、同じハッシュ値を持つ画像は検閲される。競合するメッセンジャーアプリ、LINE やカカオトークとほぼ同じ機能が並んでおり、文字、音声、写真、 動画、表情、グループチャットなど、コミュニケーション機能を有する。また、バージョン5.0よりモバイル決済機能も、追加されたが日本では利用できない。微信しつけ w e c h a t Pay とは、2013年8月から、中国で開始された、QR バーコード決済サービスである。銀行口座情報を登録したユーザーが、w e c h a t Pay を導入した、店舗等の商品やサービスの支払い、 もしくは他のユーザーへの送金等をアプリ経由でできるサービスである。2015年7月、今月中に日本でサービスを提供すると発表し、日本の百貨店などに導入された。2019年7月、LINEPay との提携により、日本の LINE、Pay 加盟店で使用できるようになった。2019年11月、もともと w e h a t p a y は中国居住者用であったが、 中国外のクレジットカードでも利用可能にすると発表した。アリープは2019年11月より中国外のクレジットカードに対応していた。ありがとうございます。